政治の道に進もうというふうにですね、思ったきっかけをですね、ぜひともお聞かせいただきたいと思います。私自身、母親として子供を産んで育てて、そしてまた会社をこう仕事を続けていく中で、なんてこの国は女性に対して冷たいし、また女性が頑張ろうと思ったら息苦しいんだろうなっていうことを15年前にすごく感じることがございました。そして経済界にしても、あるいは政界にしても、テレビの画面に映ってくるのはもう全てグレーの男性のダークスーツが映ってきておりまして、そんな中にですね、あ、この男性の皆さん、私たち女性の気持ち少しは分かってもらいたいけどちょっと無理だなというふうに思いまして、あそこに半分女性がいたら、全然この議論とか制度が変わってくるのになと思いまして、で、まあ、機会がありましたので、もう本当に勇気を出して手を挙げさせていただき、浪人も何度もしておりますけれども、やはり国会で女性の声を通すことによって、この国の日本の女性の働き方とか息苦しさっていうのは変わってきますし、そういった中では男性もですね、また違った豊かな社会というのは作れると思っております。これが私が政治家になろうと思ったきっかけでございます。